お金恐怖症の男が何にもない過疎の村にやってきた。携帯教えてくれる？捨てました。電気は使えません。お飯行くぞ。いろりがあっても薪がいる。薪川にも地ぬがいるべ。地ぬ？銭だ。あの人ケチなの？そんな男のお金を使わない生活が始まる。600万の通帳捨てたんでしょ？絶対金使わねえで生きてんだってな。頑張ってみれば。高見くんってさ、東京でお金でなんかやらかした？100万でいいから下ろしてこい。そして現れる見るからに怪しい男。金せびりに来たな。まあそう話を急ぎなさんな。中で話す。手つなぐな。さらに村長選挙をめぐる陰謀が発覚。腹は座ったがいぎつ。村長選挙に出ます。今日から敵だから。やらんねで何する。なんかやんねでいらんねんのが人間だべ。村長俺に任せてください。とにかくその金使えなくなろう。にわかとおふめやめろこの野郎。触れない、使えない、欲しくない。ヘタレな男が怪しい村人たちに翻弄されっぱなし。一体どうなる。おめえバカなの。ジヌよさらばカムロバ村へ。